そうでは始まりました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、やってきました。トイックの結果でございますよ。10月の頭のやつだよね。だから第何回午前を受けたはずなんで、こんな時に限ってネットが遅い。今、12月のテスト申し込みが行われてる。せっかくなんで申し込んじゃいましょう。忘れないうちに。これもう本当に申し込み期間が短いからさ、すぐ忘れちゃうよね。皆さんも忘れないようにお気をつけください。今、7150円なんだ。はい、申し込みできました。いやーこれさ、もうクレジットカード情報を保存できればいいのよね。これ毎回毎回入れるの大変なんですけどね。さあ、行きたいと思います。278回、10月3日午前の結果になりますね。では開けてみたいと思います。はい、ちょっと今回同じ色着てますけどね。行きましょう。はい、お CM、 これ10月19日発売、買いました。はい。まあ、12月にはね、800プラスっていう難しい問題だけのやつが出るんですよね。それをね、ちょっと楽しみに待ってるんですけど、最近トイックむずいむずいって言われてるしね、それにちょっと合わせてきてるのかわかんないですけどね。じゃあ行きましょう。どうだったっけ、10月。10月の後半のやつは簡単って感じたって言ってて、いや、9月簡単に感じたって取れなかったんだよね。で、10月の頭のやつは難しい。感じたやつですね。さあ、その難しいって言ってたやつ何点だったのか行きましょう。はい、結果はこうなりました。何点、お、やった、何点、来ました、やったやりました、何点です。はい、これで95回目ですね。なんか長かった感じがしましたけど、はい、95まで来た。やった。いや、今年はなかなか取れなかったからね、やっぱりむずくなってきたよ本当にって思ったんですけど、まあやっぱね、トイックも新しくなってもう5年目ですから、やっぱレベルが上がってきた、当初より。いや、当初のうちに満点荒稼ぎしとけばよかった。で、そうはいかなかった。だってもう5年でしょ。またね、10年経ちは変わる可能性もありますからね、トイックね。またどんどん難しくないですかね。さあ、じゃあアビリティーズメジャードですね。アビリティーズメジャードの見方は動画チェックしてください。ヒロマエダさんの。では行きます。はい、リスニング、100、100、100、96、100、あー1問か。長めの会話、アナウンスナレーション、あーパート3か4ね、難かったもんね、パート3、4。最近やレベル上がってますよ、3、4も。なるほど、1つか。じゃあリーディング行きましょう。100、100、100、全部言ってない、これ全問正解です。やったー、全問正解。リスニングの1ミスで満点という形で、いやー、もったいなかったなー。リーディング全問正解の方がやっぱ難しいんで、はるかに。かー、もったいない。全問正解したかったな、せっかくだったら。まあ、よかったよかった。9月のやつは全問合ってないと、リーディング満点じゃないフォームだったんですよ、確か。だから1個間違ってて、で、ダメだったんですよ。うわ、1ミスでダメかーって思ったんですが、今回はもうちゃんと全問正解で、やっつけました。もうこれも文句なしの勝ちです。この最近破るの多かったですけど、破らずに済みます。いや、終わった。そして自分自身はもうトイックの本も進んでおりますので、まあ来年には絶対出せるかなと思ってますね。ご期待いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。トイックで言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。